はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトル東方丈介編極上、こちらのフロアにですね攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、無駄量ですね、カバウのみを入れています。続いて丈介ですね、ユニークディメンション俺が戦うぜをつけています。フレンドは音石ですね。はい、では参ります。もうディメンションだけで進めていけるフロアですね。サクサクと進んじゃっていきます。さあ降ってきたのが、シーザーですが、シーザーはアイテムディフェンスブーストがあるので、アイテムをまず処理して倒していきましょう。続いて第2ラウンドですね。ここもディメンションでユニーディメで OK です。ユニークはいらなかったかもしれないですけどね、まあ、一応サクサクと進めるようにディメンションを入れております。さあ、そして第3ラウンドですね。さあ、アイテムを処理をしようと思ったらちょっとビビってしまいましたね。さあ、いきます。ちょっとずつアイテムを処理しながらいきましょう。さあ、最終ラウンドです。まあ、いろいろとばらまかれますが気にせずいきましょう。おっと、これは痛恨のミスのような感じだ。わー、よかったです。さあ、すぐにディメンションかけましょう。これはまずかった。さあ、最終増援ですね。ここは兄貴がいるのでね、形状がいるので死亡時カウンターがあるので、なるべく無駄量に構えるところにいましょう。範囲は意外と広いはずです。はい、変わってもらいました。さあ、ここもサクッと倒して終わりです。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。次はですね、フロア4ですね、極上のフロア4、あ、違いましたね、フロア3ですねを攻略していきたいと思います。最後までどっかの、最後までご覧になっていただき誠にありがとうございます。次は3フロアを攻略していきたいと思います。ではラストバトル。